チンタオは日本海軍の運送艦。艦名は本艦の前身だった貨物船が自沈していた中国山東省の港湾、チンタオ港にちなむ。第一次世界大戦で日本はドイツに戦線布告して、チンタオを攻略占領したが、その時に港に自沈していたうちの一船で、元はドイツのフレンスブルク社建造のドイツ貨物船、デュレンダルト。 1914年11月7日に捕獲、扶養して1915年8月23日に、チンタオと命名して運送船に類別された。その際、旧家庭設備と旧炭設備を設けている。1920年4月1日には、特務官とされた。主な戦歴は、第一次世界大戦でのチンタオ方面への輸送任務、1918年の、 ウラジオストクへの軍需品輸送任務、1930年に交換、小鷹を日本から上海まで輸送する任務など、元々は大型の貨物船であり、利用価値は高かったが、ボイラーの不調に悩まされた。1936年4月1日に除籍。1939年4月30日に、戦艦の手砲射撃の実感標的として、土佐沖で撃沈処分された。 日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、階級は就任時のもの。ありがとうございます。